イジーアロシークは、チェコスロバキアウースチーナドラベム出身の、元チェコ代表サッカー選手。ポジションは、DEF、MF。チェコスロバキア時代のウースチーナドラベムに生まれ、AC スパルタプラハのユースから昇格し、プロデビュー。FC スロバンリベルツへの期限付き遺跡を挟み、チームのガンブリヌスリガゴ連覇達成に貢献した。2003年、当時ロシアリーグ史上最高額となる。 約370万ユーロの遺跡金でチェスカ・モスクワに移籍した。同チームではリーグ優勝や翌年のロシアスーパーカップ優勝を経験した。2005年1月6日、プレミアリーグのチェルシー FC に加入した。同年夏にマイケルエシンを獲得するなど、守備陣の競争が激化した影響でバーミンガムシティ FC へ期限付き移籍した。 2006年6月19日、スコティッシュプレミアリーグのセルティック FC に移籍。7月28日、セルティックパークでのキルマーノック FC 戦で初出場するとともにゴールを挙げ、チームの対象に貢献した。2008年1月31日、クリリア・ソベトフ・サマーラと契約を交わし、再びロシアでプレーすることとなった。対談後の2010年1月14日、 プリメーラ・ディビシオンのレアル・サラゴサ移遺跡。2011年8月13日、フルス・ AC ・スパルタ・プラハに復帰した。2013年8月26日、セグンダ・ディビシオンに昇格したデポルティー・ボ・アラベスに加入した。ありがとうございます。